それでは第11話からの問題です。いきます。11話でジョセフはようやくマリアにプロポーズをしています。結婚の形は中世ヨーロッパと現代ではいろいろと違うのですが、結婚指輪を交換する風習は当時もありました。そうなんだ。この時代でも結婚指輪は、左手薬指でしたが、これは当時の医学的な考え方が関係していました。この考え方では薬指は体のどこかとつながっているとされていたのですが、一体体のどことつながっていると考えられていたでしょうか。なるほど。なんかあれ、指輪をなんかスピリチュアルなやつだけど、何指に指輪を入れると、運が逃げないみたいなのとか。ありますね。金銭、仕事とか、ね、そうそうそう、あるよね。あります。左手と薬指、左にも何か似てるのかも。まあ、医学的っていうのもありますからね。医学的か、何だろう。なるほどね。ではでは、シンキングタイムスタート。はい、何だろう、どこでつながってんだろう。白田さん、ある？あ、何が、何があるんですか。薬指ですか。つながってる場所、今触ってる場所かなと思ったんですけど。皆さんにもありますよ。私たちにもある。なんだろう、でも確かにこう足のツボとか。あ、そうなんだよね。なんかあの、ね、胃が悪いとかすごいわかるみたいな。そうなんだよね。あの、左側が凝ってるからといって左を押すんじゃなくて右を押すみたいなあるもんね。脳も右脳と左脳とかありますもんね。ね、でもここじゃないかな。はい、はい、ストレートに出ました。お、じゃあ、はい、では第11話からの問題です。11話でガルファの義手からロケットが発射されていますが、すごかった、ここまで高性能ではないにしろ、中世ヨーロッパでも中国からモンゴルやトルコなどを経由して火薬を使ったロケットに近い兵器のアイデアが広がりました。16世紀ドイツの砲兵親方であるフランツ・ヘルムが描いた本には、ある動物を使ったロケット兵器のアイデアが2つ掲載されています。動物？はい、一つはいますね、はい、鳩にロケットを背負わせるひどい。非常なのにそうだよものでしたが、はい、もう一つのアイデアに使われていた動物とは一体何でしょうか。でもロケット的な役割ってことだよね。そうそう、あとはまあ飛んで、飛んでいくってことだもんね。火薬じゃなくて動物をシューンってやつにしたんですね。ではでは、お答えください。お願い。はい、でも鳩と来たらフクロウじゃないですか。やめてー。我々はやられる。我々を兵器にするんじゃない。でも言うこと聞きそうな動物なのかな。手なずけられる。もう考えたくないんですよね。動物っていうのがちょっとかわいそうだけれども。なんだろう、まあ、アイデアで描いたっていう意味ですから。なるほど、はい、こんなイメージで飛んでったらいいなっていう。飛ぶやつ、飛ぶやつ、飛ばなくてもとは限らない。あ、すごい走っていくとか。ハトでもう飛ぶアイデア出してるから。あ、別のアイディア出すかな。飛ばないやつ。そうかもしれないですね。飛ばないやつ。なんだろう。くくりつけられる。くくりつけ、くくりつけるってことですよね。まあそうですね。背中に背負わせてましたね。背中に背負わせる。ちなみにその火薬の大きさってどのぐらいなんですか。その動物に乗るくらいの大きさです。ああ、じゃあ鳩に乗るぐらい。っていうのがまず一つあって、ね、ハートも結構ちっちゃいもんね、うん、これくらいですよ。こんなもん、ね、こんなもん、まあ、でもその動物に合わせたものを乗っけるんで。あ、なるほど、大きさに。なんだろう、一つじゃないってことですね。まあ、絵で描いてるのは一つでしたね。すばしっこいやつかな。なんだろう、動物か。